ペガサスプラスイースポで群馬を元気に。この番組は糸井商事の提供でお送りします。ペガサスプラスイースポで群馬を元気に。この番組は群馬発のプロ野球チームルートイン BC リーグ群馬ダイヤモンドペガサスと、今話題の e スポーツで群馬をもっと元気にもっと楽しくしていこうという情報番組です。ナビゲーターの松本明子です。今週もまずはペガサス試合情報をお届けします。8月14日シナのグランセローズを迎えて、高崎青年会議所スペシャルマッチが高崎市城南野球場で開催されました。試合はペガサスが初回先制点を奪いますが、次の回に点を返され、取ったら取られるシーソーゲームの展開。6回を終えて2対2、同点で迎えた7回表、2番手水曜が捕まり2点を失うと、ローカルルール適用で最終回となった8回にも1点を失い、2対5、手痛い敗戦となりました。ペガサスはこれで首位シナノとのゲーム差が7ゲームに広がっています。ウィークリーピックアップ。このコーナーは注目選手やイベントなどをピックアップしてご紹介します。今週はペガサス選抜スペシャルマッチをピックアップ。8月14日の公式戦前に、高崎青年会議所主催で野球を頑張る子どもたちに最高の夏の思い出を、小学6年生ペガサス選抜スペシャルマッチが開催されました。当初の13日から台風の影響で14日へと変更になりましたが、ほぼ全員の子どもたちが出場できました。当日は朝7時30分から3試合、この日までに4日間の練習でペガサス選手たちに教わったことを発揮しようと奮闘していました。試合の様子は後日たっぷりお届けします。それではここで参加した子どもたちの声お聞きください。ピッチャーでうまく投げれなかったので、次はしっかりと投げられるように努力したいと思います。とりあえず楽しかったです。ずっと試合中楽しかったから、またやりたいなっていう一緒の思い出ができました。チームで協力できてとても楽しかったです。この後子どもたちは夕方からペガサスの公式戦を観戦。監督コーチを務めたペガサス選手にエールを送り、まさに夏の思い出となるような一日を球場で過ごしました。以上、ウィークリーピックアップのコーナーでした。さてペガサス次回ホームゲームは8月25日木曜日、シナのグランセローズ戦が午後5時30分プレーボール。そして8月27、28日の土日は読売ジャイアンツを招いて NPB 交流戦がどちらも午後4時プレーボール、高崎市城南野球場で予定されています。なおこの試合は公式戦チケットや各種パスはご利用できませんのでご注意ください。夏休みもあとわずか、夏の思い出にぜひご家族で球場に遊びに来てください。この後のペガサスホームゲームは全試合ライブ配信、ぜひご覧ください。これからも2連覇に向けまだまだ頑張るペガサスに、グランドで YouTube でエールをお願いします。それではまた来週。この番組は糸井商事の提供でお送りしました。